ルのオンザレディオ。熱っぽくラジオ大阪から語らせていただいてますけど、こんな話聞いてくれるか。俺今日な、札幌、大阪へ来るときに、帽子、普段俺がいわゆる野球帽みたいの被るんだけど、ハンチング帽っていうのか、それを被ったんだよ。ハンチング帽を被って千歳空港へ行ったわけだよ。でマネージャーの源に、源なあお前これあれだろう、帽子を野球帽からハンチング帽に変わったら、ちょっと人相も違って、これ俺ってわかんねえだろ。ああそうですね、こういうパターンはなかなかないですから、わかりませんねって言って千歳空港に入ったら、いきなり松山千春さんですよね。あらお前、俺お前せっかくお前帽子も書いてね、変装したはずなのに分かってんじゃないかお前、ゲン、お前どういうことだよ。で、そしたらゲンがね、オーラを消してください。お前オーラを消してくださいって、そんなことできるわけないべやこのバカだれって言って飛行機に乗りました。千歳を午前11時50分ね、初、一応全日空でアナで私たち乗りました。そしたら11時50分経っても12時半になっても飛行機が飛びません。我々はもうシートベルトしていつ離陸してもいいような状態でした。すると機長からアナウンスがあり、実は今保安検査、いわゆる荷物の検査をするところがもう大渋滞になっていて、この便に乗る予定の方々が、その混雑に巻き込まれてしまい、搭乗することが今非常に難しく時間がかかっております。なお今日の千歳伊丹はすべて本日は満席です。ですから今遅れてる方々を次の便へというわけにはいきません。この便に乗らないと皆さんは大阪へ行くことができません。なのでもうしばらくお待ちください。そういうアナウンスがあったから、あ、そっか、もうみんな頑張ってあそこで並んでな、待ってんだなみたいなね、それにしても遅いね、おい、みたいなね。中にはもう1時間以上待ってる人もいるわけだもんな。じゃあだんだんこう、雰囲気が悪くなんだよ。わかるべ？機内の雰囲気が悪いんだよ。なあ、なんでそんな時間かかってんだよ、バカ野郎。お前たちのためにね、俺たちなんでこんなに待ってんだよ。で、急に俺が、立ち上がって、キャビンアテンダントのところに行って、すいませんが、みんなイライラしてます。マイクを貸していただけますか？って言ったら、キャビンアテンダントの方が、あ、ちょっと機長に今、伝えますので。そしたら機長さんから、OK が出ました。じゃあ、ここ、押して、話してください。千歳発伊丹行きをご搭乗の皆さん、松山千春です。もうシートベルトをされてから1時間以上も経つ、苛立つでしょう、ムカつくでしょう、しかし旅は安全に飛んでくれることを自分たちは信じてますし、
みんな苦労してますから、待ちましょう。みんなで待って、旅は道連れですから、一緒に旅行を終えましょう。と言って、果てしない大空と、って機内で歌ったんだよ。お前ね、俺ね、もう歌い出してからね、40年以上経つけどね、あのキャビンアテンダントのマイクでだぞ、歌ったの初めて。それは客もびっくりしたけどさ、だってもう、そういう雰囲気じゃないと、もうみんな文句言いたくてしょうがない状況なんだからさ、俺もね、出しゃばったことをしてるなと思うけどさ、みんなの気持ち考えたらな、これなんとかしなきゃみたいなな。あれ、機長さん、よく許してくれた、と思うわな。嘘みたいな話でした。